皆さんこんこにちは山中千ですえー、いよいよね12月師末ですね、えー、私のこのお「アジアチャンネル」での視点も今年はですねまあ,あまあこれを見てる方今回とそれからその次、えー、ということになります。えー、ということでね今年はもうあの <coughs> のちょっと2023年というものを振り返ってみてそしてどんなことが ちょっとと重要なこと何が起きてきたのかどんなトレンドがあったのかそして来年にかけてどんなふうに動くんだろうかということを私がちょっと予測するようなあまり私予想を予測しないんですよどっちかっていうとそれをやられる方結構いるっていうのは知ってますが、えー、まあ私もなりの考えをちょっとねお話ししたいなというふうに思っています。えー、さて2023年振り返って 時にまあ、私のこの本がね2000、まあ、ちょうど2020年の、えー、22年ですね、えー、2月ですから1年、ね、少し前に、えー、出たわけです。で、えー、それが、あのー、今こう書いてることのいくつもが、まあ、悪い私はますますアメリカはひどくなる,なるだろう世界はますます 混沌混乱だけじゃなくてバイデン政権もうでに決定してすでにあの2022年というのはもう1年経っちゃった後ですからねバイデンさん2021年の1月就任でしょ。ですからあの私の最初の赤い方のアメリカの終わりの中でいくつもこのバイデン政権によって行われるであろう非常に暗いことが起きてくるだろうということはいくつも 要はこの2冊の冊本でで書いていてるんですよまだ読まれてない方のもう大半だと思います両方ベストラーに入ってます、えー、そしてただねそのなぜかってねここで書いてた私が暗淡たる気持ちで「アメリカの終わり」と「アメリカの崩壊」っていうタイトルつけたわけですからその時はこんな本のタイトル山中さん大げさだねっていう方も結構いました特にマスコミ関係はね。 あ何か何私が予想した程度ははるかに超えちゃってることが今アメリカで起きてる時間軸ずらしましょうつい2日前にトランプさんがアイオワでスピーチをしました素晴らしいスピーチでしたね彼はいつも飽きさせないエンターテイナーであり非常に情熱を持ったスピーチをする人ですが今回ね彼はあのアメリカはもう沈みよく大国である。 まあ、朽ち果てるその過程にあるんだと、うん、はっきり言ってましたなぜかこのバイデン政策政権によってこの、まあ、3年弱の、ねえー、政策によってアメリカという2000トランプが行った2016年から19年までのあの4年間の 非常に経済的な繁栄プロスペリティと言いますね繁栄と平和世界は平和だったんですよトランプの4年間今どうなってますかどうなってるんですかこれ大きく俯瞰してみてくださいトランプの口が悪いだのあれはどうだあれだが悪いだのいどそんなことはどうでもいいんですそういう話じゃなくて 世界で戦争が起きているか起きてないかそして今起きているロシア・ウクライナ戦争そして一番新しいハマスのイ,イスラエルあれでもハマスとイスラエルの戦争じゃないですからねもっと言うともう一番簡単に言えばイイララン対イスラエルの戦争ですよだけどその周りに周辺国にあるあのパレスチナ人がたくさん住んでいるアラブ諸国が全て新イスラエルにだんだん近くなっていたと言われるエジプトなんか もう,ね、もう全部今回はもう反対側に回ってるこういう状況でアメリカはやはり一方的なところでイスラエルだけを応援してるこれは歴史的な経緯を考えればしょうがないけれどもそういうことはあるそういう中でね戦争が日々激化してもう,もう1万5万五千人でしょ1か月ちょっとで1万5千人死んでるんですよまあ比率でいうとイスラエル側は1500人ぐらいって言ってるから9対1でしょ まあそれぐらいのまあ攻撃がガザに対して行われているまあだけどこれよく考えてみてください私はこの本の特にこの2冊目のこの「アメリカの崩壊」の中で第3章で詳しくアフガニスタンのそのアメリカ作戦史上最も惨めな撤退ベトナム最後の撤退よりさらに惨めなひどい撤退をしたという。 そのアメリカ国内外の評価を書いています日本じゃ全然そんな報道がないからまるでもう忘れちゃってるんでしょアフガニスタンからの撤退トランプさんもふた、えー、昨日言ってましたねアイワーで会話でまあ10兆円単位に上る武器兵器を置いていったんですからそしてスタコラスタコラ逃げちゃったん、ね、NATO の同盟軍に事前の打ち合わせもなしにアメリカ軍だけが 撤退していったんですよそしてあの女民間人やさまざまなアメリカの人を取り残して米軍だけ先に引いていっちゃったんですよ。これ詳しく私この本で書いてますそしてテロが起きた13人の若い米兵が爆破によって殺されたまあこういったことをあるしかしなぜそれが起きたのか。 また2023年今年のね1年間起きたことのやはり去年からの大きな流れで言えば一番大きなやっぱりこのウクライナへのロシアの侵攻始まりました戦争がまあ起きた当初からロシアプーチンは特別軍事作戦と呼んでいましたよねそして彼らはいまだにこれを戦争とは言ってないただまあ プーチンしても,もうちょっと早く終わる見込みはあったということはあるでしょうこれはいろんいなところからもそれは分かっているしかし全面的にあそこをねあのー、完全にあの制圧してそのロシアのウクライナの領土をぶっちゃうって考えはまるでないんですよそれだけの兵,兵力を出してないから最初から今まで8万人ぐらいしか出してないわけでしょ最初から。 もう当初から私の米軍の友人も言ってましたけどこれぐらいの軍勢で絶対にキーフだとか大都会ねあるいは全土を落とすことはできないんですよだからあのルネスクドゥガンスク,ドガンスクっていうのは昔から一番あの辺りのロシアとウクライナの国境沿いですねウクライナから見れば東側あそこに続くねこう,とこうバナナのような形をしたあのエリアでの ロシア系住民の虐殺さままざな第二第級つまり非常に差別を受けてきた人たちがいるそれらの人をまあ救出するというのが彼らのやっぱ目的だったし最初から彼らはそれを言っているそれでまあ攻めいったこれ事実ですねそしてそのことをすべて、まあ、欧米ですよね、えー、今日も私ずっとアメリカのいろんな言論人のやつ見てましたけどね 無論、まあ、保守系の人なんですけどこの人も言ってましたけどもスティーブ・ガーデナーっつってね私がよく最近見る人ですが要はねまあ軍の軍といえば、ね、歴史あのロシアという国のこの何十年間の歴史をよく知っている人たちはいつもプーチンプーチンの前からもいつもやはり NATO というね戦後できたあのいわゆる欧米のね軍事組織ですよね。 つまり一国でも彼らのその国一国でも攻撃を受けたら即座に相手に反撃するこれによって安全保障としてはもうほぼ完璧に近いようなねアメリカが後ろに控えてるわけですからねこれがあったんだけれども当然あれはねあの冷戦のあるいわゆる第二次大戦以降ソビエトそして衛星国 あそこに対する一つの大きなまあ抵抗勢力としてヨーロッパを守るんだとこういうことでやってきたんだけどその彼らのところつまりどん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 あの共産いわゆる1990年代の,ねあのソビエトの崩壊89年ぐらいからもう完全に崩壊してしまったわけだけどその過程においていわゆる東欧のさまざまな国々ですよね。 これらが独立していって、まあ、いわゆる共産権から離れていった中でどん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 いわゆる NATO 化が進んでいったわけですね。でこれに対してプーチンはやはりこの15年20年ぐらいはずっと継承を出してきた特に隣国一番近いあのウクライナの NATO 化 NATO に入るということだけはこれは国益上絶対に見過ごすわけにはいかないというサインをね幾度も出してきたのを。 欧米はこれを無視してきてききはっきりともうちょっと頭がお,おもつの弱いあのカマラ・ハリスって副大統領なんかはね「ああもう NATO に入れちゃうんだウクライナは」とずっと言ってたわよそんなこと。つまりねこれにはっきりとあそこまでやるなら我々はこれを。 つまりアメリカロシアの安全保障上出ていかざれないということ出ていった僕はこれがいいか悪いかと今言っていませんどっちが正しいかということも言っているわけじゃないんです決してロシアの私は味方でもプーチンが好きなわけでもないだから多だね欧米のメディアはいつもね特にあの主要メディアというのはすべて、まあ、はっきり言えばバイデン民主党それからその彼らの後ろにいるグローバリスト勢力がいますそして彼らははいつもやはりロシアを 敵対視し,してきた長くそうやってきたそういう中でいつも一方的な大本営発表の報道しかね ABCCBS ニューヨーク・タイムズワシントン・ポスト出てこないんですよだからそれらでない側の情報も私はずっと出してきたんですね、まあ、そういう中で今回、まあ、本当にあのいろんなことがアメリカで起きましたその中で一番私がね今年を象徴する言葉だと思うんですね。という言葉があります これは武器化、武器として使うという意味です。これ昔はね、5年、10年前、誰もそう使ってなかったですよ。マスコミでこれだけ頻繁に出てきたのは、この1年、2年なんですが、バイデン政権になってからです。一番よく今年使われたのは、司法の武器化ってことなんですよ。司法。つまり、ね、武器でしょ。武器を使うのは何、一番軍ですよね。軍が武器使うのは、これ分かりますよ。 戦争をやるのののが実行部隊の軍でですからねどの国でもだけどそうじゃなくて司法を武器化するこれ皆さんどういうことかっていうとね時の政権が司法省が一方的に自分の相手側のライバルの政党に対して司法を利用して使うことを司法の武器化って言ってるんですよ。こんなことはアメリカのね僕は40年見てますけど今まで。 まあ、あまりなかったほとんどなかったゼロとは言いませんただあったにしてもねここまで露骨に敵対する例えばトランプへの今年の4回の起訴でしょもう例えば何十年か前にあのほんなポルノスター何したとかそんなんで訴えたりね入れてそうですからつまりね何かの重罪を犯したとかいう話じゃないんですよさまざまないくつかの何か訴えられるなら何でももうね 訴える材料にして訴えようとまたできますから司法省がいるんだから一番上に司法長官がいるんだから司法長官はバイデンによって任命されてるわけだからそしてこの司法長官のねところにでにいわゆるその民主党共和党どっちかで任命された指名を受けた裁判官と司法判事がいるんですよ。 最初からトランプを捕まえるために私は犯人な、地方、地方検事になったなんですかニューヨークにもいればワシントン DC にもいて、その人たちが、単にトランプを起訴してるだけなんです。こういった茶番のカンガルーコート、つまりカンガルー裁判なんて言いますけどね。まあ、これらが起きてる。武器化。僕は司法の武器化。あるいはね、このコロナワークの注射ですよ。これに対しても、 武器化起きまし彼らこう言いましたから、お注射打たない政府の、まあ、軍人やあれですよ政府の消防,車も消防士もそうですね、あれ国家公務員ですか、アメリカの場合ね、そうするとね、国家公務員は、いついつまでにお注射しない人はクビ、首だ毎日言ってましたから、私、毎日聞いてましたから、トランプ、そんなこと、一回も言ったことないですよ。 彼が開発をしよう、みんなものすごいスピードで開発しようって言ったのは彼。なぜかその彼の年にブワーって起きたからね。ただ、お注射以外の様々な対処療法も彼実は進んで、どん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 進める。一番そういう人をアドバイザーに据えてたんですよ。スコット・アトラス博士っていうね、スタンフォードの、うん、教授をね。そしてこの彼は様々な日本の様々な文献、イベルワクチン、イベルメクシンとかね、 さまざまないくつものああいったものを研究して、そして社会はロックダウンされるべきじゃない。特に学校は子どもはほぼリスクはないんですよ。ほぼゼロなんです。ゼロっていうかゼロに近い。どういうことかっていうね、子どもがかかったって死ぬこと死亡率重症化率は非常に低い。ただ重症化する子どももいる。例えば非常に太った肥満のね子どもいますから糖尿病だとかね、そういう子たちには非常にいわゆる免疫力が低いから。 いわゆる非常に高齢の人とか様々な基礎疾患を持っている人と同じような子どもだけどそれら当時のスウェーデンとかああいうところを見てもねまるでロックダウンする必要はないそんな話をしていましたねですから武器化するということは今年のキーワードそしてこれをこの後の次のやつでも私お話ししたいというふうに思っていますそして今日はですねまあ,あと2023年今年私あの実はね、今ちょっと後に画面出してもらいますけど あと12月の16日からアムフェストって言ってこれはフェニックスっていうねアリゾナのフェニックアリゾナ州フェニックスで14日からね4日間16日からあって、えー、タカ・カールソンが来ますあるいはドナルド・ダン・ジュニアが来ますこれはターニングポイント USA っていうね非常にこのシーパークよりちょっと若者版って言ったらいいかな。 えー、ただ私これ去年行ってきましたタンパでフロリダタンパで行われましてね、えー、去年の7月行って何人ものね3四4 0人の上院下院議員が来た今回も来ますそして今回ねトランプさん来る予定なかったんですがつい最近直近のアメリカの情報を聞いたらなんとサプライズでトランプさんここに来ると私彼去年来た時の7月ずっと彼2時間話したそのね2時間ずっとねライブ通訳やってたんですよまあ解説ですけどねちょっと大変だったんですけどね ここういうういとともやろうと思ってますアメリカ行ってライブでいろんなあれをでここの番組でもね流せるものは流してもらいたいと思ってます。えー、ということで、えー、ぜひですねそういう話またそして私実は今本をもうそろそろかなりか出来上がったので、えー、その最終原稿のチェックしてるんですが来年の2月3月で身長が出ます。ままだタイトル決定してません、えー、そしてせんそぜひ ファウンテンクラブこれも流してもらいますが私のファウンテンクラブの会員になるとさまざまな特典もありさまざまなそこでたくさんの素晴らしい方の投稿言論をどん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 シェアしてもらいながら発信していくこういうことを今続けていますそしてアメリカで今回も私いろんな人とでインタビューするんですがそういう人たちとの反グローバリズムの連携を一緒にファウンテンでやっていこう そういうことでやりたいと思います今日はこのままにしたいと思いますどうもありがとうございました